Hello everyone and welcome to A-Breaks Gaming. And today we are going to play another new episode of a new game, which is Yakuza 6. Yes, you are hearing me right? We are going to play Yakuza 6 again. So as you guys know, we have already completed Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 and Yakuza 0. I would provide all the links of those games, the playlists, alright, in the description so that you can check that out before playing this game. But this game does have an intro where it is going to like let you know, guys know what character, like how a character is important or something like that. So in case if you want to purchase this game, there's a link in the description where you can use it to purchase it. So without wasting any more time, let's continue playing this game. Make sure to like this video and subscribe to the channel if you are new. So yeah, let's continue, shall we? ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。おう、はよついてこい。なんすかしとんじゃ。ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが、二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけんの。ほいじゃ。覚悟はええか。ああ、ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前でコケにされたままじゃカッコつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが運のつきじゃ。すかした顔して舐め腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなれ、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。
そんじゃったら安心せ。今日から先、踊れの予定は全部白紙じゃ。ぶち殺したるけど。よし、わかった。そしたら第一ラウンド終了じゃ。わしも体が温まってきたけ、こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他の奴を当たれ。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。さあ、キリュウさん、これ。いいよ、待たせたな。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、
私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。夢じゃないのか。違うよ。私はここにいるよ。はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。桐生さんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた登場会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならきっと大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つってもうちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に。
朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。そっか。じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。そうね。なんやサツの旦那方、えらい怖い顔して。かんじゃら怖がっとんで。俺に用やろ。あ脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。冴島大我、おとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから桐生一馬の病室はそこだな。ん？何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。え？桐生一馬をカムロ町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。警察は元登場会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も登場会もヤクザに変わりねえ。登場会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは登場会の元4代目ですけど、今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ。人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの登場会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は登場会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ、上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを登場会の代表として逮捕するんですか。登場会の四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが敵から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん？おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか？まっとうな弁護士がつきゃ無所には入らずに済むはずなんだが、桐生の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も桐生とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。
ここは一体、うん、真島の兄さん、東条会の射程頭、直系真島組組長、真島五郎。シマノの狂犬と呼ばれる武闘派だ。俺が組を抜けてから何度もやり合ってるが、未だにこの人だけは読めねえ。何にしても俺とは腐れ縁だ。そして今の東条会には欠かせない大幹部として名を轟かせている。同じく東条会幹部となった西島とは古くからの兄弟分だ。おじさん、はるか、俺がただ一人愛した女の忘れ方に出会った頃、まだ幼かったこの子は過酷な運命を背負って極道の抗争に巻き込まれていた。そして大事な人間を次々に失った俺にとって唯一の生きる支えになっていた。俺の人生で何か褒めることがあるとすれば、親代わりにこいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。キリュウ。伊達さん、警視庁の刑事としてエリートだったこの人の人生は俺と出会ったことで狂わされた。だがそれから何年もの間、俺とは時に相棒として、時に友人として付き合いが続いている。男で一つで一人娘を育て上げた今、伊達さんはこの先もカムロ町を生きるデカとして正義を貫いていくはずだ。キリュウ。最初はかつて18人の敵を殺したとして東条会の伝説と語り継がれる極道最初は大河。俺と初めて出会った時、西島は脱獄囚だった。その後運命を狂わせた18人殺しの真相と対峙し、東条会直系西島組を立ち上げている。だが2012年冬に再び脱獄、大海連合7代目の陰謀に巻き込まれ、東条会を代表する男として俺と共に奴らの標的にされた。キリュウさん。秋山、カムロ町の町金スカイファイナンスの社長秋山翔。昔は銀行のエリートだったって話だが、横領の濡れ衣を着せられ、一度はホームレスにまで身を落としたと。それがカムロ町で偶然手にしたわずかな元で運用して1000億を超える金を生み出した。俺とは西島の妹安子を通じて出会って以来の縁だ。大阪では芸能界に入った遥かを守って俺の代わりに体を張ってくれていた。リオナ、エリー、親の顔も知らないこの俺が沖縄に児童養護施設アサガオを作って
引き取った子供たち、この子たちが遥と過ごした時間に俺がどれだけ救われたかは言葉にさえできない。だが今の俺がまたこいつらと暮らすにはまずやらなければならないことがある。それには長い時間が必要だろう。四代目大吾、かつて俺の都政の親であり東条会の大幹部だった堂島宗平の一人息子、極道の世界から距離を置いていた大吾に、俺は東条会の六代目会長という重荷を背負わせてしまった。だが25,000の子分を抱える東条会を束ねていけるのは堂島大吾を置いて他にいない。俺はそう信じ、大吾もまたそれを証明してきた。お目覚めですか、四代目。大吾か。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません、桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちは遥と静かに暮らせるとは思えねえ。どう言い繕ったところで俺は元極道で、遥はその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺や遥にその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺やはるかに世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームステージではるかは堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。なら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。
よく来てくれたな。変わりないか。そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらず、みんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか？たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、はるか。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか？私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのが辛かった。うん。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから。まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。テーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ、シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ、そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、ゲーム所から帰ってきたら驚くね。三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ。まだ中学生なんだから。でも野球生の話が来るなんて、三つお頑張ったんだ。前はコージが教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってヤバくね？
いや、でも実際さ。大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。おじさん、私、どうしたらいいのかな。やっぱりここに帰ってきちゃいけなかったんだ、私。綾子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ見たんでしょ。そっか、綾子も見たんだ。三尾の野球推薦のことが心配。三尾のことだけじゃないよ。この先他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからってお姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。
アジア街で火が出てるぞ。火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことか。消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導はやってます。でも火の回りが早くて。おい、なんてこった。アジア街が全部焼けちまう。ですか。いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だと受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。泉か。だいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん。太一。バカ野郎。帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、おじさん。お前ら大きくなったな。何年ぶりだ、みんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。おじさん、変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。え、何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん、そうだよ、そういう話だったよな。うん、うんうん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。
いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん。でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんで遥姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。遥お姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？推薦の話があったとき、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも遥のせいでもね、全部俺のせいだ。おじさん。だから俺が必ず遥を探し出してこの家に連れて帰る。綾子お姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。遥の件は綾子が悪いんじゃない。だから綾子を責めないでやってくれ。綾子も今まで言い出せなくてきっとつらかったはずだ。それは分かってるけど、でも家族には本当のことを言ってほしかったな。はるか姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、はるか姉ちゃん何でも気にしすぎなんだよ。
おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。ああ、ちゃんと話すから心配するな。あ、おじさん。豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。豆、まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし。はるかお姉ちゃん、今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。きっとカムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。おじさん、俺どうしたらいい。はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でも、はるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。その時はいいところを見せてくれ。わかったよ。はるかお姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん。そうだな、まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。大阪やカムロ町ではるかの助けになってくれていた。あいつなら何かはるかに聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。晩飯の準備か。何か手伝えることはないか。ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それに
いつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん。おじさんが、はるかお姉ちゃんを見つけたとしても、はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかは、まだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば、戻ってくるさ。だから、心配するな。うん。あのさ、おじさんがはるか姉ちゃんと最後に会ったの、いつ？3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたらその時からはるかは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも早くはるか姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出してここに連れて帰る。あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。 SNS とか全然やってないみたい。そうか。調べてくれてありがとうな。はるかについてはとりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何かはるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。三尾、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、綾子。今度はそう長くは待たせねえ。俺もはるかも必ずここに帰ってくる。うん、そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。またこの町に帰ってきちまったか。
おい、ちょっとそこのお前、やっぱり桐生か。伊達さん。いえ、なんだよお前、いつ無所から出てきた。まあついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせてたんだから、誰からも連絡が来やしねえ。ああ、でもよかったぜ、偶然でもこうやって会えたんだ。え、少し老けたか。まっとうに年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな。長かったな、桐生。よく頑張ったよ、お前は。しかし、無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。へえ、そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中でな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか。ああ、無所で聞いた。その火事が東城会のカムロ町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋会って中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東城会の抗争が始まって、片桐にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東城会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして真島と堂島大吾を逮捕した。何、知らなかったのか。半年か、もう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東城会を動かしているのは。本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか。面識はねえが、確か二代目時代からの古参のはずだ。ああ、間違いない。その菅井だ。そうか。いや、お前はもう東城会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。春香はどうしてる？っていうかお前、なんでカムロ町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山に遥かの居場所を聞きたいと思ってる。遥かの居場所？遥かは沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。え、なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山なら遥かのこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。はあ、実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社閉めたぞ。ん？スカイファイナンスをか。しばらく休業してる。多分まだカムロ町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんが、そろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしよう。ああ、分かった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。わかった。気をつけるよ。ありがとな、伊達さん。おう。いや、またな。
もしかして、キリュウさん？久しぶりだな、ママ。もう、びっくりさせないでよ。本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは、出所されたのね。じゃあ、みんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだ、ママ。ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの？それより、伊達さんと店の前で会った。この街も随分物騒になったようだな。そうなの。ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。キリュウさんも気をつけてね。ああ、そうだ。ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら。秋山の居場所を知らないか。ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね。その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥を見かけなかったか。え、遥ちゃん。遥ちゃんがどうかしたの？ずいぶん前の話だが、遥かが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのは遥かを探すためなんだ。そうなの。それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。遥かちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あとこのお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。おい、そこのおっさん。お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。Take it off! Take it off! Take it off!
まさか昨日アジア街で飲んでたの？ね、ええ、酔っ払ってわけわかんなくなっちゃって。すいません、まだ準備中で。あれ？もしかして桐生さん？久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ、マスター。ここ最近、秋山を見かけなかったか？そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、分かった。ありがとう。はるかをこの辺りで見かけなかったか？あれ、はるかちゃんですか？ご一緒じゃないんですか？ああ、ちょっと訳があったな。今はるかがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながら分かりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも東上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら
その懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方搭乗会の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ。その代わり、今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ、今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したって。話せ。
誰だ？お前。ちょうどいい。あんたらに聞きたいことがあるんだよな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって町金をやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ、四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。せがって何だ？しばらく寝てろ。なんだ、この先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。僕に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜めてる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ、通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。
喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来嘛。我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吧。就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか、なんとなくわかるぞ。おい、日本人かあんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。别手下留情，把他给我杀了！拼了！おい、縄ほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ喧嘩慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みてえな駆け出しだろうが、見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だってるな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東城会の六代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん、秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ。こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。ほう、桐生さんね。分かった、じゃあまたな。桐生一馬。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。Thank you.
イラするな。なんだそのスラ。仕方ねえな。ったく時間食っちまった。ことか説明してもらうからね。いや違うんだよ、本当だよ。時間食っちまった。ほっほー。けどライザップって効果あるんだな。正直疑ってたわ。ん？この体が効果を物語っているだろう。見ろよこのスリムボディ。お前太りまくってたもんな。すげえなライザップ。俺も入会しようかな。あ、しろよしろよ。絶対後悔しないと思うぜ。ライザップ、確か流行りのスポーツジムだったな。よし、入って話だけでも聞いてみるか。あれ？どうされました？もしかして入会希望の方ですか？ん？ああ、いや、少し話を聞きたいと思ってな。わかりました。本来は電話なので予約していただくんですが、大丈夫です。どうぞこちらへ。ああ。こちらが受付になります。ああ、悪いな。いらっしゃいませ。その、初めてなんだが。ご新規の方ですね。それではまず、当店のご説明をさせていただきます。当店は、会員制の完全個室スポーツジムとなり、ご利用には入会していただく必要がございます。入会か。何か条件があるのか。はい、まずは無料カウンセリングを受けていただきます。カウンセリング結果をもとにお客様に合ったトレーニングをこちらでご提示いたします。そちらをお客様にご覧いただき納得いただけるようでしたらご入会いただければと。なるほど、カウンセリング結果を見て入会するかどうかを決めればいいのか。それじゃあひとまず
そのカウンセリングを頼めるか。ではカウンセラーをお呼びいたしますので、あちらにお座りになってお待ちください。ああ、わかった。お待たせいたしました。私がカウンセラー兼トレーナーのマクタと申します。どうも。なんだ、あんたトレーナーだったのか。キリュウカズマだ。よろしく頼む。キリュウさんですか。良いお名前、そしてなかなかの筋肉ですね。いい感じに切れてますよ。これは私も負けていられませんね。おう。それではライザップについてご説明させていただきますね。ああ、頼む。まずライザップですが、完全個室のトレーニングジムとなっております。一人一人にトレーナーがつく個別指導なので、質の高いトレーニングが行えますよ。あ、担当トレーナーはチェンジ可能ですので、合わないと思ったらチェンジ OK です。ふん。もしかしたら使うかもしれんな。そして大きな特徴としては、トレーニング後に食事アドバイスがある点ですね。トレーニングはわかるが、食事にも関わってくるのか。ええ、トレーニングの一環として栄養学に基づいたアドバイスをさせていただきます。ほら、筋肉が欲しい時にタンパク質のない食事では筋肉がつきにくいでしょう。なるほど、言われてみればその通りだな。トレーニング効果を最大限に生かすには食事アドバイスは外せないのですよ。トレーニングと食事アドバイスを合わせてライザップチャレンジ1セットとして扱います。会員になっていただくと全12セットのライザップチャレンジを行う形となります。以上がライザップについての説明となります。なるほどな、大体理解した。さて、それではカウンセリングと参りましょうか。込み入ったことはお聞きいたしませんので、お気軽にお答えくださいね。ああ、わかった。いやー、お疲れ様でした。これにてカウンセリングも計測も終了です。キリュウさん専用のメニューも組めましたので、こちらをご確認ください。ほう、なかなか良さそうじゃないか。さすがだな。いえいえ、お役に立つのが我々の務めですから。さてキリュウさん、ご入会についてはいかがなさいますか。ライザップへの入会か、どうするか。入会を頼む。ここなら質の高いトレーニングができそうだ。おお、ありがとうございます。それでは早速お手続きいたしますね。ご入会ありがとうございます。改めまして、担当トレーナーとなるマクタです。ああ、これからよろしく頼む。遠慮せずに指導してくれ。はっはっは、お任せください。こう見えても私最優秀トレーナーですので、キリュウさんの体もキレッキレの体にしてみせますよ。よろしく頼む。ではトレーニングについてご説明させていただきますね。まずトレーニングを行いたいときは、ライザップにいる私に話しかけてください。その後、行いたいトレーニングを選んで実際に体を鍛えていただきます。あ、ちなみに一度につき2種類のトレーニングを行っていただきます。わかった。トレーニングを始めるときはあんたに話しかけるんだな。はい。そしてトレーニング後は食事アドバイスがあるんですが、まあ一度に説明しても覚えるのが大変でしょうし、そちらは後ほどご説明させていただきますね。さ、それではトレーニングを始めましょう。
ったく、時間食っちまった。もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカだと。ハルカちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。探せばきっとあるもん。ハルカちゃんのグッズがいいんだもん。売ってたとしてもハルカちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママはハルカちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、ハルカのファンだったのか。なんだ、秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスって金貸しをやってたやつなんだが、最近ここにいたらしいんだ。あんた、秋山さんの何？古いダチだ。あんた、秋山を知ってるんだな。今どこにいる？さあね。何か知ってるなら教えてくれ。俺は桐生ってもんだ。秋山に大事な用がある。あんた、桐生ってもしかして桐生一馬？そうだ。おお、本当か。いや、確かに間違いねえ。ずいぶん前テレビで見た顔だ。ニュースに載ってたよな、3、4年くらい前。ああ、秋山さんもあんたの話をしてたことがある。そうか、あんただったら秋山さんも会うかもな。秋山の居場所知ってるんだな。どこにいる？このすぐ近くだ。案内するが、その前に一つ頼みがある。聞いてくれるか？なんだ？そこのコンビニで弁当を買ってきてくれ。うん、それだけか？それだけだ。俺は毎日飯が食えればそれでいい。長年ホームレスやってるとそんなもんだ。わかった、ちょっと待ってろ。時間食っちまった。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。手間取らせやがって買ってきたぞ。ほら弁当だ。すまないな、はあ、腹減った。食った食った、久しぶりのごちそうだった。それじゃあ約束だ、秋山さんの居場所を教える。確かこのすぐ近くと言っていたな。ああすぐ近くだよ。この下に降りてみな。なるほど、こういうことか。秋山はこの下にいるんだな。行ってみりゃわかるよ。秋山か。うん、あれ、え、桐生さん久しぶりだな。いや、まあその、どうぞ座ってください。見ての通り大したお構いはできませんけど。探したぜ。スカイファイナンスは閉めたんだってな。まあなんでか中国マフィアに目をつけられちゃいましたね。とりあえず休業中です。このままずっと引き下がってるつもりはないんですけど。話は聞いてる。いろいろ大変らしいな今のカムロ町は。ねえ、町がこんな状態なんで秘書の子も一旦里に返しました。商売上がったりなところにあの子まで危険にさらすわけにはいかないもので。そうか。でもお前は思ってたより元気そうだ。桐生さんもようやく出所されたんですね。しかしなんでまたカムロ町に。お前に会いに来たんだ。お前ならハルカが今どこにいるか知ってるんじゃないかと思ってな。ハルカちゃんは、え、朝顔に戻ってるんじゃないんですか。そうか、お前にも遥の行き先は分からないか。すみません、キリュウさん、せっかく沖縄から来てくれたのにお役に立てなくて。いいんだ、お前の状況も知らずに俺が勝手に押しかけてきた。これからどうします。もう少しカムロ町で遥を知ってる人間がいないか聞き回ってみる。俺も自由が聞けば手伝いたいんですけど。いや無理すんな。あいつら一番後ろのやつはエドって呼ばれてます。最王会のメンバーで俺を探してます。エド、文句言うわけじゃないんですけど、キリオさんつけられましたね。あ、
目そろした。今日カムロ町に面白い男が現れたと聞いてたが、そいつを追ってきたら秋山さんまで連れたよ。あいつ、お前が逃げ回るほどの相手なのか。まあ、会社畳んで下水に引きこもりたくなる程度のやつだす。見違えたな、秋山さん。前からおしゃれだったが、もう私のような凡人には理解できない着こなしだね。そしていちいち尺に触ることを言います。秋山さんのお連れの方。なるほど、雑魚じゃ相手にならないわけ。お前、桐生一馬だね。東条会元四代目会長、二つ名は堂島の理。日本人ヤクザの英雄だ。我々のリストにも名前が載っている。桐生さん、無所で体なまってないでしょうね。どうだろうな、朝のラジオ体操は欠かさなかった。健康的ですね。哀れだが、極道は死に場所を選べないものだ。二人ともドブに沈むがいい。連中だ。一人を相手に二人がかりとはな。よく言うよ、そこに倒れてる4人はあんたのお仲間だろう。今日のところは挨拶だけにしておく。だが二人とも必ずまた会うぞ。正直、俺一人で手に負える相手じゃありません。一緒にいたのが桐生さんで助かりましたよ。ああ、それでもピンピンして帰っていきやがった。マフィアってのはあんなのがゴロゴロいるのか。特別な奴だと信じたいですけどね。何にしてもこの隠れ家はもう使えません。外に出ましょう。いやー、やっぱり太陽の下はいいですね。空気もうまい。すまなかったな、秋山。せっかくの隠れ家を台無しにしちまった。構わないですよ。
ちょうど寝るのに飽きてたとこです。それよりここを離れましょう。またエドが仲間を連れてくるかもしれない。伊達さんからだ。ケリュー、今どこだ？カムロ町にいる。児童公園で秋山も一緒だ。そうか、二人とも今すぐ東都病院に来られるか。うん。悪い知らせだ。俺もまだ詳しく聞いたわけじゃないんだが、遥がカムロ町で事故に遭った。生きるか死ぬかの怪我だ。どういうことだ？遥カムロ町にいたのか。え？とにかく話は病院で。いいな。ああ、ちょっと、キリュウさん。初乗り料金730円になります。どちらへ行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。キリュウ。伊達さん。すみません、患者さんですか？いや、でしたらご遠慮ください。衛生的に問題がありますので。こいつは警察の後輩で本庄だ。俺に遥の事故を知らせてくれたのがこいつでな。本庄だ。あんたのことは伊達さんからよく聞いている。遥、どういう状況だ？ ICU にいる。とても会える状態じゃない。腰と肩を骨折して出血もあるが、一番深刻なのは頭だ。強く打って意識がない。重体だ。何があった？ひき逃げだ。無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて、今もそのまま逃げている。ひき逃げ。大丈夫か、キリュウ？いや、今は何も考えられねえ。だろうな。けどこの話にはまだ続きがある。何だと？来てくれ。お前に見せたいものがある。あれだ。うん。事故に遭った時、車が突っ込んでくるのを見た遥が、自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある。何？